はい、イシキン TV のイシキンです2020年7月、えー、11日土曜日の動画日記となりますこれで、えー、配信31日目ですはい、今日は、えー、早速またちょっとサングラスね買ってくるの忘れたんですけどもちょっといつか、ね、今月中には買いたいと思いますはい、で今日はスケジュール振り返り、えー、醤油ラーメンを食べて胃に優しい醤油ラーメンを食べてきた話 えー、フリスビーの話、えー、あとは、えー、ある中華屋さんで食べた後は必ず雨に打たれてますよという話を4本立てでしていきたいと思いますはい <laughs> ということでスケジュール振り返りまいりたいと思います今日はね、あのー、昨日の昨日7時間ぐらいカラオケフリータイムで友人と行ったんですけども多分その疲れがどっときて、えー、いつもは で5時半とかに1回目が覚めてでそこから二度寝して6時40分とかに起きるんですけども今日はね多分1回も目覚めることなくなんと8時40分に起床しましたはいかなり大寝坊で,で急いでそこからね、あのー、準備してシャワー浴びてちょっと卵かけご飯かなをかき込んで、えー、出,たん出て米田コーヒーに向かったんですけどもやっぱ土日のね米田コーヒーはめちゃくちゃあのー 混んでるんででるすよねボックス席も、えー、カウンター席もまあまあ混んでいてまあほんと家族連れが多いですねあのちっちゃい子を連れた、えー、人だったりとかあのカップルとかも多いですし女友達で生きてるなんか学生かなの子も多いしちょっとねあの9時9時半ぐらいに米田コーヒー着いたんですけども結構あの初め,めっちゃ久しぶりにえっ、ー、とあ,のあれ書きましたあの順番待ちのシート 名前名字書いて何名様みたいに書いてでカウンターかボックス席か丸つけるやつあれを本当にもう3ヶ月ぶりとかに書きましたねいつもはね朝7時過ぎとかに行くんでほとんどお客さんいないんでもう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 ,もう店員さんとも,もう目も合わせないぐらいのあれでサササ,サって出て入っていって,あのしてあの特等席に自分の席に座って であの店員さんが来ていつもの頼むみたいな感じの、えー、ルーティンなんだったけどとも <laughs> 今日はちょっと遅れてしまったんで、えー、書いて名前書いて座ってで、まあ、すぐ「時、ま、短、あ」で呼ばれたんでよかったんですけども危なくねあの待つ時間時間待つところでしたはい、はい、危なかったですだからやっぱり遅刻は特に土日は厳禁ですね、はい、気をつけますということで、えー、そこからリモートワークだったりとかちょっとブログの改善をしたりとか えしてそこから、えー、友人とね、一緒に作業した友人と近くのラーメン屋さんに行って、えー、700円ぐらいかな、美味しい醤油ラーメンを食べました。はい、その後、えー、本当はね、フリスビーする予定ではなかったんですけども、なんかちょっとあの晴れてきて、急に。えー、ぐずついた時期が急にあの晴れてきてあ、じゃあもうこれはフリスビーやるしかないと。ちょっと風も強かったんですけども、まあ、ちょっとやっぱりね。 1> 週1でやんないといけないんでやりたいんで行きましてプリスビーしましてで帰ってからシャワー浴びて僕はリモートワークしとか、えー、しにえー、森場コーヒーにまた行って、えー、そこからいろいろブログの改善とかやったりとかして、えー、その後えー、ちょっと友人と合流してまたえー、松県中華食堂という吉野家松,松屋系列のお店に行って夜飯を食いましたはい美味しかったです、はい、ちょっと最近外食が えー、多めになっていてちょっとお金の減りがあ早いなと感じるのでちょっとそろそろ、あのー、ストップをかけてね、あのー、使いすぎないように気をつけたいと思います、はい、ということで1番目スケジュール振り返りでした、はいえー、次、えーっとですね、ラーメンを、ね、昼、まあ、今日ねあそうそうラーメンの今日は何でかっていうラーメン食べたかっていうと、えー、ラーメンの7月11日は ラー,メンラーメンの日らしくて、たまたまツイッターのトレンド上がってたんで誰かツイ、誰かがすごい親切な方がツイートしてて、説明までされていて、えー、7、7月の7はえレンゲに見立てて、11がラーメンに見立てているらしくて、これでラーメンの日。えプラス、えーと、初めて日本で、日本で初めてラーメンを食べた、え水戸黄門水戸黄門あの、 有名なね、水戸黄門の誕生日が7月11日。え徳川光国んちょっとすします忘れちゃいます水戸黄門ね。はい。が、の誕生日が、えー、7月1日だったことから、ラーメンの日と名付けられたそうです。はい。なんで、ラーメンを食べました。はい。で、今日食べたラーメンがこちら。じゃん。えー、品そば。品そば品そばめでたやっていうお店の、あ 醤油ラーメンですこれ、ね、梅雨がねもう美しいですよねめちゃくちゃこれもドアップで撮ったんですけどもう本当に僕2回目なんですけども3回目かなほんとうなるうなる醤油もうもうお腹にもう一番の特徴は特徴はっていうか <laughs> お腹に良い、まあ、当たり前なんですけどもあのいつもね結構その友人と言ってるのはせいやっていう家系ラーメンもう AK AK ラーザラメンで本当に結構お腹空いてる時にその行くんで,で AK をねいきなり書き込むと必ずお腹が痛くなるその直後痛くなってその後の、うん、作業とかに支障が出るんですよなんかお腹痛えなみたいなでも今日の、えー、品そばめでたタやさんの醤油ラーメンは全く、えー、そんな感じることなくしかもスープもね えすごいグイグイ飲んじゃって僕は全部飲み干してでも飲み干してもなんかこう飲み干してさえも飲み干してもえお腹に優しいななんかお腹大事にしてるなこのラーメンみたいな感じの感想を抱きましたやっぱりでも美味しかったですねいや本当にまあ結構なんか調布とかはまあ調布ら辺に住んでるんですけどもそうはなんかやっぱり住宅街が多いので 結構おじいちゃんおばあちゃんも多いし子供も多いしいろんな世代の方がいるんでここ優しい味の醤油ラーメンとかそういう品そばとかが多いというのをなんかきなんか雑誌かなんかで読んだ気がしますだからもっとね美味しい他にもいろいろ多分近くにあると思うんでちょっとどんどん開拓していきたいと思いますはいということで、えー、こちらでしたはいマジで美味しかったですで次が、えー、今日もね 昼過ぎ、えー、いつも通りの広場でフリスビーを、えー、友人としてきたんですけど、二人で。えー、ねこの前に行った時は、確か、えー、平日の昼過ぎ1時ぐらいに行ったら、もうガラ空きで誰もいなくてもう最高みたいな感じで、めちゃくちゃ広々とできたんですけど、今日はさすがに土曜日だったんで、えー、いつも通りね。まあ野球少年率が多いですね、やっぱり。サッカーも いましたけど今日は本当に野球軍団野球少年軍団があれは小学生多分小学生で、あのー、普通にジーパンの子もいたしジーパンで T シャツの子もいたし、えー、僕のね地元の北海道に日本ファイターズ日アムのユニフォーム背番号7番のユニフォーム着ている子とか7番ちょっとね今誰かちょっと最近全然見てないか分かんないですけどもそう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 僕が見てた頃は坪井、えー、っていう。 選手渋い選手、えー、かな結構歌とかもすごい応援歌とかすごい好きではいそういう選手だった時今ちょっと誰か分かんないんですけどもまあああ日山のインフォーも来てるみたいなちょっとああなんかいいねみたいな感じで見ててでそのなんか親御さんかなが親御さんとかが23人ぐらいいてでそのノックだったりとかあの手でフライを投げてノックしたりとかあとはなんかこう素振りこうね ちょっと感覚空けて素振りして、で1人あのー、保護者の方がえー、とこうこうしたらいいよとかこ,こうは違うみたいないう指導したりとか、えー、したりとかしててあとプラスチックのなんかあのここにねポンって置いて打って、えー、っていう練習、バッティング本当と軽いバッティング練習とかしてましたね。で何人か2人ぐらいあのー、お子さんの多分お母さんが2人ぐらい来てて。はい でそれやってる中に、えー、とずかずかと二人で入っていってほんとにもう全然野球やってたんで本当にいつもの <laughs>、あのー、特等席がほとんど空いてなかったんですけど本当本当に端っこであのぶつかんないようにその本当一直線、まあ、フリスビーの一直線がしっかりまっすぐ投げれればその一直線さえあれば、えー、確保できれば、えー、できるスポーツスポーツというか遊びなんで、えー、僕たちはもう。 最初はあれだったかもしれないですけど今はもう確実にまっすぐこのコースをね投げ切れるっていう、あのー、自信と技術が、えー、ついたので、えー、もう何もこう怖,怖がることなくねま、えー、っすぐ、えー、の、えー、レーンを楽しみましたでもねあ結構でも初めての本当に一番今までやった中で細い狭いコースで,でしかも途中にあの木がこう かかってるなんかこうちょっと高く投げたらちょっとこう,こうなったらぶつかるような木が結構横からこうなっててでも何回もねそこの木にぶつかって落ちるとかちょっと1回乗っかるとか、えー、結構ありました結構そのだからでも逆にそれでその強制されてたんですそのコースが。でここの低い軌道で低い弾道でまっすぐ相手まで投げるっていうこの精神力と技術力と。 集中力がね、えー、すごく鍛えられましたですごいあのー、いいトレーニングになりましたはいだから結構そうやってあのー、強制的になんかこう縛られたりとかするとえっ、ー、とー案外こうなんだろうなえー、案外というか結構そういう鍛えられるのかなと思ってで、ね、今後も今日ねそれで多分混んでるだろうから 撮影はちょっと作業用フリスビ動画はちょっと撮れないかなと思って、えー、これもこれも三脚持ってかなかったんですけどちょっとねその狭いコースでの、えー、っと結構2人ともピュー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 けたんでそこを撮りたかったなってで明日もちょっとあの軽く行こうぜっていう約束をしてるんで明日はぜひ作業用フリスビ動画第3弾、えー、交互を期待ということではい行きたいと思いますはい <laughs> えー、ということでね えー、はい前回のフリスビー動画もね結構、えー、飲み会この前行った時にえっ、ー、とまあその作業用お手玉っていうのをやってる方がいたんでそうそうそうあのすごいあの仲いい方なんですけどもそ,うそれであのそれも結構フリスビーあの動画いや最高っすねみたいな感じでえっ、ー、と結構好評だったんで第3弾もね、えー、やっていきたいと思いますはい <laughs> ということでえー、過去最最 最高に狭い環境でフリスビーをしたらコントロールと集中力が鍛えられるという3つ目の話でしたはい11分57秒はい4つ目が、えーまあ、フリスビーしてシャワー浴びて僕は森場コーヒーに仕事作業しに来たんで行って友人はちょっとあの用事があったんでえー、の後でね12時違うな、えー、と10時過ぎぐらいに交流してでそこから 近っ、ねえー、と中華チェーンの、ね、松県中華食堂っていう。松県の県は、あのー、健康の県じゃなくて、のぎ、のぎの先ののき。車辺にあのほ干すっていう感じで、松県食堂、中華食堂っていう。松の屋、松,松の屋え松屋松屋の系列の、えー、お店ですで。すごいリーズナブルで、今は、なんと、 梅雨,なんでで梅雨の間はえ普段は300円ちょいの、えー、サワーだったりジンジャーハイがなんと半額150円税込みで、えー、楽しめるということでそれももちろん僕は今日はこの前はジンジャーハイ頼んだんですけど今回はコークハイボールを頼んで友人はなんかレモンハイボールが気になったらしくレモンハイボールを頼んでで僕は今回は前回は なんかワンタンメン頼新発売もね美味しかったんですけど今回はちょっと挑戦して,てホイコーロ定食を食べたらめちゃくちゃ当たりでした、はい、次もホイコーロ定食行った時は頼みたいと思います、はい、でその後、まあ、結構1時間ぐらいいろいろね、あのー、いろんなこと、あのー、話してはいででその店入る時はもちろん晴れてたんですけども店食べ終わって会計し終わって出たらあもうど砂降りで もうほんと土砂降りで結局僕たちは晴れてたんで傘なんて一切持ってきてないんでまた前回もねあ実は前回行った時もあのー、土砂降り土砂降りとまではいけないけど普通に濡れる傘なかった濡れますよっていうのが降っていて、えー、濡れたんですけど今回もね、えー、松ツケン中華食堂終わった後に雨に降られるという、えー、そういうことが起きてなんかこう。 そういうのがあるのかなと松賢中華食堂とのこの因縁みたいなのがそう雨に降られがちというお話でしたでもね結構あでそのねもうスリッパだったんですけどもダッシュであの友人と別れたともうガンダッシュでまっすぐブワー,ーっていって途中ちょっとなんか傘アイアイ傘してるカップルとかにちょっとぶつかりそうになったんですけどもそれよ,よく頑張って避けてダダダダっていってそうそう曲聴きながらねあそれも ウーバーの、ウーバーワールドの、えー、アフターライフっていう、もう大好きな、今めっちゃ大好きな曲を聴きながら、途中、もう、あのー、叫びながら、一瞬叫,叫んだりとかしながら、誰もいなかったんで、ちょっと、あのー、雨の中ね、塗られ、降られながら楽しみました。はい。ということで、えー、4本おなししました。それでは、またお会いしましょう。バイバイ。